斉藤さん、いってらっしゃいませ。ああ、はるか、ちょっと出てくる。あ、はい、何とぞお気をつけて。硬いな。え、何がです？遥の俺への態度だ。これから一緒に過ごすんだ。もっと気さくに接してくれて構わない。あ、はい、わかりました、斉藤さん。どうするか。ひとまずその斉藤さんという呼び方を変えてみるか。なんて呼べばいいでしょう。そうだな、あだ名で呼ばれるのもいまいちピンとこないしな。となるとおじさんとかか。おじさん、確かになんかすごくしっくりきます。なんでだろう。もともと老け顔だからな。実際の年はまだおじさんというほどでもないが。あ、ごめんなさい、失礼でしたよね。いや、言い出したのは俺だし構わん。お前が呼びやすければそれでいい。どうだ、呼びやすいか。すごく呼びやすいです。ならそれでいい。これからはもっと打ち解けてくれ。じゃあ行ってくれ。あ、はい。はいじゃない、運でいいぞ。うん、行ってらっしゃい、おじさん。毎度お気に。あら、おかえりやす。三番隊隊長さん、意外とお早いお帰りどすな。ああ、今日は顔見せ程度だった。それにしてもほんまに入隊してしまうなんてな。それも隊長やなんて。これで宿代は一安心だな。何言うてんの、給料もらう前に死んでまう人なんていくらでもいてはるんやで。きっちりお代をいただくまでは油断できまへん。相変わらず金に細けえ女だ。それはタイの羽織だ。明日から着ていく。ああ、アサギ色のあれやね。ほんなら丈直しといてあげるさっかい。
貸して。悪いな。気にせんといて、お代はちゃんといただきますさかい。お涼ちゃん。はーい。何ですか、おかみさん。この羽織、はじめさんが明日来てくから裾直しといてあげて。お涼ちゃん、いやどす。いやって、お涼ちゃん、なんで私が人斬りの袖なんか直さなあかんの。人斬りってはじめさんやないの。そんなん関係ない。はじめさんも結局ただの人斬りや。お涼、キーなんて大嫌いや。ちょっとお涼ちゃん、あかんかったか。あいつどうかしたのか。あの子な、父親が幕府の役人に切られとるんよ。そうなのか。親御さん勤皇派の活動家やったらしくてな、それで人斬りってものに敏感になってもうたみたい。まして好きな人が人斬りになるのは耐えられんかったみたいやな。好き？お涼が俺をか。いや気づいてへんの？はあ、にっぷい男やね。お涼ちゃんも厄介なに惚れてもうたわ。あの子の様子見たらわかるやろ。いや俺にはそうは思えないが。こりゃほんま難儀やな。さあお涼ちゃんを探してきておくれやす。泣かせた女を追いかけるんは男の役目どす。そうは言っても一体どこに。鴨川とかちゃう。一人になりたいときは静かに川でも眺めたくなるもんやろ。鴨川か。まあ行ってみる。